皆さんこんばんは、マシンガン山北です。皆さん日曜日何を過ごされてますか？クリスマスイルミネーションを見に行ってる方もいらっしゃれば、あのね、家族でご飯を食べてる方もいれば、あの一人で趣味を満喫してる方もいると思います。今日はですね、マシンガン山北がですね、プロ野球ね、珍プレイ、好プレイがあるんですよ。中井正広のですね。まあ、中井正広ってちょっと呼び捨てはできないんですけど、あとですね、まあ、ザキヤマ、もしくはですね、徳光さんですね。あと、まあ、プロ野球選手、いろんな選手出ると思うんですけど、今年のね、私のね、プロ野球の珍プレイ、好プレイで一番心に残ったね、プレイはですね、ソフトバンクホークスの牧原選手のダイビングキャッチかなと思っております。で、もしくはですね、まあ、村上選手がですね、三冠王を取った、もしくはですね、新庄剛志監督のビッグボスとかですね、まあ、あと、パッ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 、まあ、キツネとかっていうのもあったんですけど、まあね、まあ、プロ野球のね、珍プレイ、好プレイを見るとですね、あ、今年も終わったなっていうのがあります。まずね、皆さん知ってます？プロ野球のね、珍プレイ、好プレイは、まず最初はですね、ミノモンタさんだったんですよ。そして、ドラフトのですね、第1回希望選択選手、パンチョ伊藤さんだったんですよ。そこだけ分かってね、もらえればいいのかなと思います。僕のね、やっぱ注目のね、選手はですね、まあ、大谷選手、まあ、たくさんいますけど、今日チンプレイ、コープレイ見てですね、妻と楽しみまーす。まあ、これがあるのはですね、妻がちょっとプロ野球選手をたくさん知るようにっていうのとですね、マシンガンもちょっと野球選手知らないところがたくさんありますんで、皆さんよろしくお願いしまーす。